はい、どうもさです。今回はですね、どこに来ているかと言いますと、なんとですね、ニュージーランドに来ております。私、実はですね、初の海外ですね。ここ来るまで長かったわ。乗り継ぎミスって東京で1日過ごしたんで、ここに来るまでに2日間かかっております。そしてですね、何をしに来たかと言いますと、ニュージーランドはですね、漁業権とかなくても、素潜りができるんですよ。すごくない？そしてですね、今回は、なんと3つね、目標があります。滞在時間はね、1週間しかないんですけども、まず1つ、こっちでね、伊勢海老が取れて、で、その伊勢海老がめちゃくちゃ美味しいらしいので、まず1つ目の魚種伊勢海老がね、それをねまず取りたいっていうのと、そして2つ目はですね、なんとですね、アワビも取れるんですよ。もう日本ではね、アワビ取りたいってね、どんだけアポ取ってももう絶対に許可出ないんですけど、うん、テレビは出るのに YouTuber は出ない。アワビを狙えて、で、そのアワビがですね、めっちゃ黒いんですよ。すんげー見た目してるんですよ。で、それを取りたいっていうのと、そして3つ目、こっちでね、キングフィッシュって言われてる魚がいて、まあ日本でヒラマサなんですけど、それがね、ニュージーランドだと75センチ未満は取っちゃダメっていうルールがあるぐらいで、めちゃめちゃでかいのがいるらしくて、今回それが取れたらいいなと言ったところで、今回はですね、フィッシュマーケットにね、行って、フィッシュマーケットで何か買ってね、さばいて食べようかなと思っております。ということで、めちゃめちゃ綺麗な景色ですね。ね、羊めっちゃ逃げたんだけど、声出してたら。はい、ということでオークランドのフィッシュマーケットにやってきました。もうすんごい魚屋のイメージしてたんですけど、魚屋以外にもおしゃれなカフェとかあって、結構若い人がねたくさんいましたね。はい、こちらがフィッシュマーケットです。日本よりは並べ方がだいぶ適当ですね。こんな山盛りで置くんやってぐらいね置いてますね。ちなみにニュージーランドドルは1ドル80円なんで、サーモンが1キロ3840円ですね。まあまあする。やっぱ物価がね、日本より若干高いですね。で、カレイみたいな魚もいました。こっちの方がサーモンより安いんですね。うわ、ビッグサーモン、さばいてないやつが安いのか。さっきさばいてるから高かったんだ。さばいてないやつは半額ぐらいですね。そしてサーモンのハラスが大量に売られてました。もうこれのうまさはね、バンコク共通なんですね。これうまいもん。さて、今度は水槽ゾーンです。日本のミルガよりちょっとえぐいね。てかめっちゃ高い。そして今回の目標魚種であるパウアーですね。これめっちゃ黒いんですけど、アワビなんですよ。ニュージーランドのアワビは黒いんですね。そして本日購入することに決めたのはこのいかついカニ。現地ではニュージーランドキングフィッシュと言われてみたいです。1キロ1万円なんて高級なんだ。おそらくこのお店で一番高いのはこのカニですね。そして驚いたのがね、生ガキが売られてました。ニュージーランドの人もね、生ガキ食べるんですね。これね、買ってみたかったんですけど、初日に腹壊したくないんでね、さすがにやめときました。そしてエビとムール貝がいますね。で、フィッシュマーケットで一番驚いたのはね、燻製の魚がねめちゃくちゃ多いんですよ。日本だとスモークサーモンぐらいのイメージしかないんですけど、こんな風にね専用の棚ができて、めちゃめちゃいろんな種類ね売ってました。これね、どんな味なんでしょうね。ちょっとね食べる時間がなかったんで、でもこれまた行った時食べたい。そして今回狙う伊勢海老も冷凍されています。ただ取る分にはライセンス必要ないんですけど、売るにはしっかりとライセンスが必要になるみたいです。パウアもたくさんいますね。そしてオークランドフィッシュマーケットはこんな感じで魚の解体が見れるんでね、結構楽しかったです。そして解体された後の魚のアラも売ってました。これはねまた美味しいんでしょうね。このアラ、アラ汁とかしたら絶対美味しいわ。頭青チビキに出るんだこいつ。なんとかギスっていう名前だったんですけどね、名前忘れちゃいました。ちなみにホウボウとかマトウダイみたいな日本でも売られてるような魚もね売ってました。そして貝の生かし方がね独特、日本ではねこれ見ないよね。でね、なぜかね日本では大人気のこのシマアジ、このシマアジだけね異常に鮮度が悪くて安かったですね。明日取るヒラマサはサーモンより安いですね。高級魚ってわけではないんですね。ちゃんとキングフィッシュって書いてあります。 You guys Japanese?レジにいきなりニュージーランドキングフィッシュ。異様な光景すぎますね。
氷でね冷却してくれるんですけど、ニュージーランドはねみんなソルトアイスっていうね海水の氷を使ってたんですけど、日本だとねまずなかなか手に入んないですよね。これがねソルトアイスです。溶けても浸透圧で魚がびちゃびちゃになりません。はい、というわけでですね、市場に行ってきたんですけども、初めて見る魚がねたくさんいましたね。で今日はですねニュージーランドキングクラブを、ね、買ってきました。で和名はですねテシオイバラガニというらしいですね。ということで早速観察していきましょうか。でかっ、もう置物にしか見えないですね。でけえな。ちなみに450ドルぐらいだったんで、まあ、日本円にすると3万6000円ぐらい、まあまあする。でこのカニ初めて見たんですけど、まあ、見た感じはですねタラバガニに似てますね。ほらこの裏側見てもらったら分かるように、これ多分ヤドカリの仲間ですね。ヤシガニとかに似てます。わ、めっちゃヤシガニじゃん。お腹ここ食べれるんかな。ちょっと爪がね結構でかいですね。これは爪もうまいんじゃないのか。うわすごいな見た目。これ茹でたらどうなるんでしょうね。すでに赤いですけど、今日はね皆さん勘弁していただきたいんですけど、このカニ調べてもほとんどね情報が出てきませんでした。どう調理したらいいのか正直分かりません。とりあえずですね適当にさばいていこうと思います。はい、ということで今日はですねこのニュージーランドキングクラブをさばいていくんですけども、あんまりニュージーランドで食べられてないみたい。ちょっと料理方法とか聞こうと思ったんですけど、出会った人はねみんな食べたことがない、そんぐらいのカニみたいでして、日本風の料理方法でいこうかなと思います。しゃぶしゃぶでいきます。しゃぶしゃぶが食いたいからしゃぶしゃぶでいきます。はい、ということでやっていきましょうか。昆布で出汁を引いておきます。そしたらやっていきますか。もうこれ関節入れたらすぐ切れるはず。はい、それでは頭だけになったんですけども、頭だけになっても相当いかついですね。これねヤシガニとか同じようなね部位があるんですけども、これはね切ったらね水が出てきて結構ねしぼんじゃいましたね。そんなにね食べる部位はないはず。ここはね多分腸なんで切り取った方がいいと思う。予想通り腸でしたね。うわこれ味噌と捉えていいのか。うわどうだろう、これ怖いな、食えるかどうか。でも食えそう、食えそうだけどやめておきましょう。初日から腹壊したら最悪ですからね。もう甲羅を外していきましょう。よいしょ。甲羅はやっぱねほぼ身はないですね。薄い膜は張ってるんですけど、あこれ多分脱皮直前でしたね。身がスカスカなのはそういうことか。ほらこうやって脱皮するんですよ。うちが未熟な甲羅ですねこれは。なるほど、水っぽいのは脱皮寸前だったからってことですね。脱皮寸前はね結構ね身の詰まりが甘いんですよね。カニもエビもエラがここにあるんで、エラを取っていきます。エラが強靭にくっついてるな。よし、じゃあこれを真っ二つに割っていきましょう。うわこの味噌食えるんかな。でもさすがに海外遠征1日目で腹壊すのはやばいのでやめときましょう。怖い。美味しそうだね。カニはさばくのが楽でいいですね。鱗も取らなくていいし。でっけえなこれ。タラバガニだったらこれいくらするんやろな。まあ、同じくらいかねだ。はい、そしたら次ですね。うわこれ楽しみやな。ちなみに僕カニさばくの人生で初めてだと思います。こういうちゃんとしたカニさばくの日本では絶対食べれませんから。こんなカニ絶対に美味しく食べる。わ結構ガッツリくっついてんな。身が脱皮したてやから微妙や。ぐじゅぐじゅや。ちっちゃいな身が。全然ブリブリじゃない。めちゃくちゃ身痩せてますね。とね刺身も食べようかなと思ったんですけど、こうでもなさそうなのでやめときましょう。しゃぶしゃぶだけです。うわ身と殻が頑丈にくっついてて全然外れないですね。これはさっきの状態いいかな。皆さんしゃぶしゃぶにすると言ってたんですけど、想像以上にこいつ厄介なのでもう普通に茹でます。はい、そしたらこっからはねもう永遠に同じ絵が続くんで早送りにします。
今気づいたんですけど、これカニの表面にね、苔が生えてますね。なんか汚れかなと思ったんですけど、これ苔ですね。苔っていうか海藻が生えてますね。はい、それではですね、切り終わりました。足としゃぶしゃぶ用ですね。はい、そしたらですね、しゃぶしゃぶ用に火をかけていきましょう。はい、そしたら昆布を外して、これ日本からわざわざね持ってきたんですけど、ニュージーランドにも売ってました。この胴体の部分をねもう入れちゃいましょう。もうちょい大きい鍋でもよかったな。もういいか。赤すぎてもう茹でられたかどうか全然わからんな。火が通ったぞ。若干赤くなった。なんかオレンジっぽくなった気がする。はい、それでは完成しました。初のがっつりのカニさばきがまさかニュージーランドになるとはね。しゃぶしゃぶしていきましょう。じゃあしゃぶしゃぶしていきましょう。うわー、これは絶対うまいやろ。あれ、しかもポン酢も借りれたんでね、ポン酢でいただきます。うわー、楽しみや。ニュージーランドキングクラブ。うん、ちょっと水っぽいな。うん、カニのしゃぶしゃぶを食べるのが初めてなんで、これがどの程度うまいのか分かんないんですけど、ちょっと水っぽいなという気持ちはありますね。普通に美味しいですね。じゃあ胴体も食べていきましょう。これ絶対にうまいやろ。うわ、ブリブリやん。これはどうでしょう。あ、こっちうまいわ。めっちゃうまいぞ。若干水っぽいタラッパガニって感じですね。もうね、今回さ、ニュージーランドってタスマニア島が近いんで、タスマニアキングクラブをね食べようとしてね、いろいろアポを取ってたんですけど、それがねちょっとね帰り食べなくなっちゃったんで、もうずっとカニ食べたい欲が出てて、そんなところにまさかのニュージーランドキングクラブっていうねこんなカニいったら買うしかないだろうと思って、もうねつい衝動買いをしてしまったんですけども、あ、これめっちゃうまいわ。うん、ちょっと水っぽいそこはねもうしっかりとね言っていかないと。ということでね、今日はね、褒めていただいてる皆さんと一緒にね、このカニを食べていこうと思います。めちゃめちゃ待たせてるんでね、今日はここで終了です。はい。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。明日からですね、ついに、魚釣りに行けます。はい。めちゃめちゃ楽しみ。しかも、ボートダイビングです。ボートダイビングは、マジで夢しかないんですよ。一番魚が熱いところに、ボートで行って落としてもらうんですよ。なんとしてもヒラマサを取りたい。ニュージーランドでは、キングフィッシュと呼ばれてます。王様の魚ですよ。楽しみですね。明日はヒラマサのしゃぶしゃぶを食べましょう。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、実はですね、漁師の夜明けの公式 LINE があるんですけども、友達追加してくれるだけで毎月23日抽選5名様の方がプレゼントをもらえます。本当に友達追加するだけなんでね、皆さんね、ぜひね追加してみてください。それでは。